こんにちは、まるさんです。僕がつい買ってしまった雑誌を紹介する動画を上げていると結構ですね、見ている方が多いのでありがとうございます。今日も実はつい買ってしまった雑誌があります。ここに見えてますよね。久しぶりにこんな週刊少年漫画誌、少年マガジン買ってしまいました。もうご存知の通りですね、もう3年前ですか、あの君の名はという映画が、アニメーション映画がありました。その監督、新海誠監督の最新作天気の子が、公開されるんですが、それに合わせてですね、この、週刊ですよ、週刊少年マガジンがこんな表紙まで書いてしまって、しかも関東20ページ完全特集ということで、こんな号が出ました。今週だけです。どんな号なんでしょう。ちょっと紹介してみたいと思います。まず、表紙ですね、7月19日公開天気の子、週間が限定書き下ろし表紙で徹底特集ということで、あります。世界が深海、ワールドに染まる8つの理由、それからね、君の名は新海誠監督最新作天気の子関東20ページ完全特集ということで、どんな内容なんでしょう。見てみたいと思います。まず何があったりというかというと、新海誠天気の子大特集。天気って個人の気持ちの奥とつながっている新海誠。まあ確かにね、天気で人の気持ちってこうジメッとしたりとかね、明るくなったりします。ここのところずっと雨が続いてたり曇りだったり、なかなか晴れないんですが、もしかしたらね、この梅雨明けを狙ってこの7月19日ってあるんじゃないかなと思うぐらい、はい、内容総力大企画ということで、まずストーリー&キャラクター紹介ですね。主人公森島穂高、キャラクターボイス大悟小太郎、これがヒロインの天野、ひなか、天野ひな、キャラクターボイス森永さん、なんで永さんだけど、でラドウィンプス音楽ね、こんな登場人物あります。これからめくりまして、新海誠監督と主役の大悟小太郎さん、ヒロインの森奈々さんの3人の、トークというか、まあ日本語で言うと剣談なんて言い方をするんですけども、ね、表紙も剣談なんて書いてあったんですけども、3人のクロストークというのが書かれています。なかなかね、これ映画を見る前に読んどいてもいいかもしれないな。これもちろん映画見てからでもいいんですけどね。それとこの新海誠監督の単独インタビュー、深海ワールドはなぜこんなにも美しいのか。確かに美しいんですよ。もう、もう最初の初期の作品からもずっと気になって見てるんですけどね。いいですね。それとはこれ面白いですね。スタジオに潜入してみました。作業中の新海誠監督集中してますって感じで、もう本当にね、最初から、セル画じゃなくてもコンピューターにそのままデジタルで書き進んでいる監督ならではの、スタジオの感じですね。それから、スペシャルの4弾として、小栗旬さんと本田翼さんのスペシャルインタビュー、まあ、こんなのもいいですね。読ませますね、これ結構ね。それと音楽を担当しているラドウィンプスですね、皆さん、野田洋次郎さんの、いいですね。ああ、いいですね、これ。音楽にできることはまだあるかいっていうね。それから、今回その、これはね、歌ですよね。ボーカルとして、ラドウィンプスと一緒に歌っている三浦透子さんの特別インタビュー。それと続きまして、天気の子ヒロイン森奈々さんの、これは、まあ、いわゆる少年雑誌のアイドルのちょっとグラビア写真集っぽいページがちょんちょんとあります。そしてこれ、すごいですね、超特大天気の子プレゼント、当選者総計316名様と書いてあります。1番がですね、新海監督プラスキャスト陣、直筆サイン入りポスター3名様、天気の子オリジナル T シャツが10名様、3がオリジナル腕時計3名様、4が書き下ろし表紙イラスト仕様特製クリアファイル100名様、
書き下ろし表紙イラスト使用特製クオカード100名様、森奈々さんのクオカード100名様であります。このですね、プレゼントに応募するためには、この号ですね、この号の、応募券がついてるんです。ここに、ページの隅っこにですね応募券がついておりまして、これを貼らないと有効じゃないので、このプレゼントを316名様に当たるプレゼントですね、欲しい方はぜひこの週刊少年マガジン、今週だけです売ってるのは、買ってみてもいいと思います。定価300円、あ、定価そうだね、税込みで300円だです。他の漫画もちらちら見てると結構面白いです。久しぶりにこんな少年漫画、中間少年漫画を読んだような気がします。ただね、ちょっと気になるのはね、この後ろの方にある仮面ライダージオウのページがね、写真がこれいいのかこれでっていうぐらいちょっと薄い感じ、うん、まあね、新しい仮面ライダーも出たしね、ゼロは。まあそんなわけで、週刊少年マガジン、今週だけです。号でいうとね、7月31日号になってるんですが、この17日に発売になった週刊少年マガジン、おすすめです。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。